はい、皆さん、こんにちは。コーチングサービスのハレルを運営している中塚さうやです。こんにちは。Web3 ハッカソンプラットフォーム、あキンドを開発している近所です。Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり、より深掘りする番組です。本日は、ゼロ知識証明とは、ロールアップなど、その13の活用領域についてお話ししていきたいなと思います。はい。はい 今日はちょっと難しいは、はいはい、テーマなんですけれども、ちょっとかみ砕いて分かりやすく説明できるように、はい、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますので、はい、僕もちょっと頑張ってついていけるように、ちょっとちんぷんかんぷんにならないように、はい、頑張りたいいと思います、うんはい、では、まあ、Web3 のこう、まあ、最新ニュースからちょっとお届け,届けすればしていければなと思うんですけど。 そうですね、特にもう FTX ショック以降、まあ、なんだろう、ブロックファイがまた破産したりとか、いろいろ連鎖的な影響が出てるなっていうところで、なんか際立ったものはない、なんか今、イースインディアとかがやってるのかな、イベントもあるぐらいでないんですけど、ちょうどまさにこの収録している1、2時間前に、衝撃のニュースがありまして、うん、バイナンスがですね、あのー、日本の取引所を買収して、ついに日本参入。うん っていうようなニュースがありまして、まあそれは結構大きいニュースですね。もう本当に、今さっきのニュースなんですけれども、今までバイナンスはまあグローバルのサービスでローカライズしてなかったんですよね。うん、特に日本で許可を取らずに。 あとまあ、日本法人がなかったわけで、だから僕もチェックバイナンス使ってるんですけれども、まあ、一応日本語化はされていて,て、KYC とかもして使うんですけれども、特に日本の会社っていうものではなかったので、それこそ FTX みたいに、まあ、いきなり使えなくなるとか、なんかそういったリスクも正直あるわけですよ。うん、で、そういった状況だったんですけれども、このサクライクスチェンジっていうところをですね、あのー、買収したみたいで、まあ、ここはもう免許を持っている事業者。 なのでもうそこを買収することによって、この暗号通貨取引所の,あの資格が、まあ、ある状態で、あのバイナンスがなるという形ですね。うん、FTX も同じように、リキッドという会社をですね買収して、FTX ジャパンというのを作って、あの日本に参入していたりしていて、うん、まあ同じようなスキームで、あのグローバルも、も圧倒的ナンバーワンの取引所、まあ、実際僕も使っている取引所が日本にやってきたというところで話題になってますね。うん 買収額とかって出てたりするんですかは出てないです今のところ出てないですねでも結構マイナーなところだったりするのであのー、だいぶ安く買ったんじゃないですかねここはうんうん,なんか最近最近というか結構そこの元代表の人が横領したりだったりとかでそういうなんかあの背景もあっていろいろ買いただけるような要素があった っていうところでやってたんじゃないですけどもともとなんかしか向けるのが渋谷の道玄坂になんかビットコインが買えるみたいなようなあのー、なんか場所があったんですよ道玄坂の本当に通り沿いに、うんうん、なんか変な怪しいなんだビットコイン販売所みたいなのが渋谷にあるなと思ってたんですけどなんかそういったところを運営していた会社みたいで、うん、そうですねあれは出てないんですけれどもでこれの何が問題かっていうとあのーうん、今既存の日本人ユーザーはグローバルの あのまあバイナンスを使って、僕も含め使っているわけで,で、日本版が出たらもう別のサービスとして出てきますので、このグローバルのものはもう使えなくなる、日本の版を使ってねみたいな,ような感じになったりとか、日本、グローバル版のところからそれこそまあ引き出せなくなるというのはさすがにないと思うんですけれども、やっぱり取り扱いの通貨だったりとかもだいぶあの日本版のものは少なくなりますので。 もう日本人は強制的に日本版を使ってねもうグローバル版は使えませんよみたいなような感じになり得る可能性が結構高くあったりするのでその意向みたいなようなところはどうしていくのかなというところはちょっと気になってますね。まだこれから発表していくとは思うんですけれどもうん、うん、だからめんどくさいですよね。もう結構本当にもう世界中の取引所なので取扱い通貨もめちゃくちゃ多いですし機能もすごい充実してるんですよね。だからそこが使えなくなる日本人は JP を使うのが決まり、もうグローバル版は使えませんよってなると、めっちゃなんかだるいなっていうのは、正直ありますね。うん、あそういうのあるんですかねなんか、もうそもそもの保管してるところとかがない違うくなるってことですよね。そうですね、そうですね。うんうん、なんかもうそれは日本の<で>、あのー、なんて言うんでしょう、金融庁が管理している準備金みたいなようなところ、同じ金額の資産を預けておくみたいなような決まりとかもあるので。うん 逆になんかメリットみたいなのがあるんですか、メリットは。まあでもやっぱりちゃんと資格を取っているだったり、日本の、うん、まあこの国の監査を受けているっていうような形にはなるので、もともと日本語化はされていて、別に、まあ、まあ使いやすいかって言ったら使いやすくは全然ないようなサービスではあったんですけれども、まあまあまあ、そうですね、メリットというと、でも FTX ジャパンもちゃんと あのお金は戻せますよって案内していて、で、金融庁からのなんか指摘も入ったりとかして、まあ、日本人のユーザーは FTXJAPAN はお金は戻ってくるだろう、でもグローバルはもう多分戻ってこないよねみたいな流れなんですけど、まあ、そういったようなメリットみたいなのはあるかもしれないですね。うん、な、no, <no>, no. 何かあった時の問題ですけど、でもそういったインシデントがない場合は、普通にグローバル版の方がいいんだけどなっていう感じではあるんですけどね。うーん なるほどういやーあの、の CZ、チャンポン、チャンポンジャオさんが、はい、攻めてますね、本当に。FTX を破産に追い込んだ<ー>ん <laughs> <laughs> ま。またこのタイミングでね、そう参入してくるってすごいなと思いつつ、うん。なんか、いつぐらいか計画してるんですかね、この人たちは。<laughs> そうなんですかね。んなんか、もともと参入にあたって、いろいろ Yahoo とかとも取引<っ>、交渉してたみたいですし、 少し淡々と狙ってたみたいですけどね。うん,、うんうん、なるほど。すごいスピード感でなんかやってますね。ですね。あと、買収したのがなんか、バイナンスっていうところよりかは、ちゃんぽんジャオが持っている、なんか、バイナンスホールディングスっていう、またなんか個人の別会社みたいなところの名義で買収してるみたいなので、うん、もしかしたらその、バイナンスと JP、まあ、同時に 走らせるみたいなのもなんかありえそうだな。別物として扱うっていうのもありそうだなっていうのも思って見てますね。まあそうなるとありがたいんですけど。うん。うん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 。なるほどはい。はい、ありがとうございます。ニュースの方はどうですかね。はい、あ、でもそんなもんですかね。かねはい。はい。ありがとうございます。じゃあでは、本、うん、あの、本テーマの、ちょっとねをいければなと。ね、はい。こゼロ知識証明っていう形で。まあ、 前回といかあのこれまでもゼロ知識証明っていうちょっと言葉は何回か僕もなんか聞いた覚えがあるので、ちょっとこう詳しく聞いていければなと思いますが。はい、うですそうですね。というのも、やっぱこのテーマ取り上げたっていうのも、ちょっと今度、またあのハッカソンの企画を今度しておりまして、まあ、いろんな領域で。 これ東京 Web3 ハッカソンに続くハッカソン、グローバルハッカソンをいろいろ企画しているんですけれども、もちろん日本の、あのー、なんだろうプロジェクトとも話はしつつ、並行でやっていて、まあ、そのオーディットに特化した、まあ、監査に特化したようなハッカソンだったり、プライバシー技術に特化したものだったり、まあ、リファイっていうリジェネテッド リジェネティリブファイナンスですね。ビファ領域だったりとか、あとイーサリアムのエコシステムに特化したものだったりとか、今だったらあのポルカドットのパリティって会社と話してたりもするんですけどやってる中でやっぱり結構 GK ロールアップ系、GKEVM 系の領域が厚いなとすごい個人的にも感じているところですし、やっぱり非常にこの この Web3 をマスアダプションしていく、クリプトをマスアダプションしていく上で、本当に欠かせない技術、うん、かもマストの技術だなっていうところを、やっぱり必死と、うんあのー、リサーチしている中でちょっと感じるところだったので、ちょっとそこを深掘って、ちょっと話ができればなと思ってますね。やっぱり今ってその、なんて言うの、イーサリアムでのトランザクションだったりとか、そのスマートコントラクトを実行するものだったりとか、うん、そのデータをオンチェーンに保存するっていうのは、やっぱり非常に高くて。うん 遅くてあの面倒だったりするわけなんですよ、うん、でやっぱり Web3 はその個人データが全部所有権が持て持てるっていうようなところそのデジタルデータの所有権が初めて確立し,たしているのがブロックチェーンだなんだっていうような話してやっぱり個人的にもエキサイティングしてるんですけれども一方でもうオンチェーンに入れられるデータだったりとかスピードだったりとか あのそのコストだったりとかっていうのがまだまだ本当に非現実的なまだもので基本的にはもうオフチェーンでほとんど管理していてもうこのトランザクションだったりとかも重要なものの一部だけオンチェーンに保存しているまあそれこそ NFT も画像データは別のサーバーで保存してそのメタデータだけをオンチェーンに入れていてだからサーバーの画像が書き換わったら自分が持っている NFT が全く違うものになったり消えたりするっていうのも。 あったりしてフルオンンチェーかかどうかみたいなとかってもよく言われたりするんですけれどもでそういうあらゆるデータをオンチェーン化していくためのもうマストな要素として、まあ、このゼロ知識証明を活用したロールアップ技術ってのがんだろうなマイルストーンとしてというか今後の流れとしても確実に普及していくなっていうところをですねすごい、あのー、感じておりまして。 もうそれが実現することによって、もう本当にあらゆるデータ、もう本当に何百分の1になるわけですよ。何千分の1で、速さも何百倍、もう1秒間に何万件のトランザクションをさばけて、その1トランザクション当たりも0.0001円とか。で、そのスピード感、それこそ今の、なんていうんでしょう、あのビザマスターとかの決済は1秒間に数万件とかのトランザクションだったりするんですけれども、やっぱそれと同じ規模の速さで、オンチェーンにデータを書き込めるようなものが。 この GK ロールアップだったりしますし、うん、で、イーサリアムがあがマージをして、で、来年はサージとか、あの、うん、な,んなんでしたっけ、ブルー、なんだ、あの、いろいろサージとかマージとかいろいろあったじゃないですか、うん、アップデートしていくみたいな。あいったアップデートも全部この GK ロールアップを含んだ、まあ、それを踏まえた最適化だったりするわけなんですよね。やっぱりそのイーサリアム自体もこの GK ロールアップと連携していきながら、 ブロックチェーン自体のエクシスティも拡張していこうみたいなところを目論んで展開をしていったりもしますので、もう今後、その技術、今後、なんだろう、Web3 プロダクトを作る上で、あの、私もこの g k ロラップをでデプロイをしていくみたいなところは、結構もマストになってくるんじゃないかなっていうところを確信見えたものがあって、ちょっとその話をしようかなと思っておりますね。はい。そうなんですよ。もうこれによってやっとですね、もうすべてのデータが ブロックチェーンに僕らのもうフィジカルデータ、バイタルデータ、そのデジタルデータだけじゃなくて、あらゆるデータが全部記録されて、それをもってして、自分たちの,そのデータを使ったそのマネタイズだったりとか、プライバシーの課題だったりとか、経済活動だったりとか、やっぱりあらゆる面でブロックチェーンが本当に世の中に浸透してくるようなものになるんだろうなっていうのは感じてますね。はい 今のこの技術でまあ一部分だったものが全部ブロックチェーンにオンチェーンになっていく、うんあ。まさに。そ、うん、こでまあゼロ知識証明っていうものがあるっていうところってことですかね。そうですね、まさにその。はい、その、そうですね、ちょっとここから詳しくまた話もしていければと思うんですけど、おっしゃる通りで、そういうあ,のあらゆるデータをオンチェーンに書き込める、今は書き込めようにもやっぱりいろんなハードルがあるわけで、そのハードルをクリアする、うん。 技術っていうのが、まあ、ゼロ知識証明、ゼロナレッジプルーフって言われているものなんですけれども、ちょっとこちらがですね、あのアライアンスガオっていう、ちょっと僕も、ね、Web3 のアクセラレーターのプログラムがあって、そこのチャオさんっていう、チャオワングさんっていう、ワンチャオワンさんっていう人とかがですね、あのそれについて書いてる記事が良かったので、ちょっとこれを参考にして、今日は JKP について話していければなと思うんですけれども、そうですね、ゼロ知識証明のなんかよく言われる 説明っていうのが、そうですね、うんうん、僕が例えばなんうでしょう、免許証を見せずに、僕が沖縄出身っていうことを証明できるような技術、みたいなような話ですね、うん、ちょっと分か,分かりづらい部分もあるかと思うんですけど、他の言い方で言うと、例えば僕が A っていうインプットをしたら、それが B って返ってくるとするじゃないですか、あるプログラムに、僕が A っていうインプットをしたり、うん、B って返ってくる。うん で、そのプログラムが正しく回っていることが分かるっていうのが、その A という入力と出力を見ればあ、このプログラム正しいねって分かるんですけれども、この B という出力を見ずに、必ず B って書いてくることが証明されているよねっていう、その出力結果を見ずとも、その出力が正しいかどうかっていったところが証明できるっていうような技術ですね。で、他には、もう普通だったらそのプログラムを回さなきゃ。 そのアウトプットの結果っていうのはあの検証できない、まあ、検証っていうのは普通に見る,、うん、見るというか、検証できないんですけれども、そのプログラムを回さずとも、これは絶対正しいっていうのがもう100%間違いないっていうところが証明できる技術ですね。うん、逆で、出力だけを見て、A っていうインプットが、あのー、なんだろう、B っていう出力だけを見て、A っていうインプットが必ずされているよねっていったところが、もう結果だけを見て入り口がわかるっていう逆のこともできるんですけれども。 なんかそういういな例えられ方とかはしますよね、うん、あとはやっぱり分かりやすい例がなんてでしょうと例えば僕らが2人がいるとして僕が、あのー、なんか縁になってる洞窟に入りましたとで右と左の出口があって、うん、奥に洞窟の裏に壁があ扉があって僕がその鍵を持っているか持ってないかみたいなことを僕が鍵を見せずとも 金城、あのー、さんは鍵を持ってるかどうかっていったところを証明したいとそのためにじゃあ左から出てきて右から出てきてっていうのを何回も言うわけですよ中塚さんが僕に。で壁を開けないとあの右から出てこれないとしたら右から出てきてって言って本当に右から出てきたらあこれ壁をちゃんと鍵を開けてきてるなっていうのが分かるじゃないですか。僕のポケットから鍵を見ずとも。うんうん、でなんかそういうあの実際のものを見ずとも。 なんかプログラムを走らせて、その結果ってのが正しいこととか分かるっていうような仕組みですね。なので、これを、あのー、よく言われるなんだろう仕組みとしてはその、イーサリアムのブロックチェーンの,このトランザクション、ロールアップなので、一回別の高速ロードみたいなところでトランザクションを走らせて、でそれをまたイーサリアムに戻すんですよね。うん そのこの,なんのトランザクションは正しいです。じゃあ、それをまたブロックチェーンに記録しますっていう形で、あのー、戻すんですけれども、この GK ロールアップっていうのは入力だけするんですけれども、その戻さなくても、これは、ま、正しいっていうところがもう検証されてるっていう状態になって、普通だったら入力とその出力のところでその、なんていうのコストがかかったりとか時間がかかったりするんですけれども、もうその検証作業を一切なくすことができることによって、 めちゃくちゃ早いそのトランザクションが出せる、うん、安くできるっていったところが、この時系ロールアップの仕組みだったりしますね。そうですね、ロールアップっていうのは、改めてちょっとなんかこう、バイデっていうと、もう巻き,巻き取るみたいなようなイメージですね。このイーサリアムのチェーンの上で別の並走するようなチェーンを走らせて、うん、その並走しているチェーンでもう全部、そのイーサリアムのトランザクションを。 例えばもう全部一個一個計算しているものをまとめて100個、もう別のオフチェーン、うん、オフチェーンというか、それ自体はあのブロックチェーンではないんですけれども、そのロールアップ技術っていうのは、うん、もう別のところで、そのインサリアムで1個ずつやるものをもう100個まとめて計算しちゃって、で1つのまたトランザクションで返して、100分の1の、あのー、スピードで100個の、なんていうでしょう、検証を行うみたいなような技術ですね。うん もう本当に何でしょう言ってしまいもうどう、普通にあれですよ、よく例える例で、あの一般ロードに対するなんか高速ロードみたいなようなポジションが、うん、そのロールアップですね。うん、で、他にも、あのー、オプティミスティックロールアップっていうものがあって、それが結構主流ではあったんですけれども、そのオプティミスティックロールアップは、やっぱりこの GK ロールアップに比べて、 そこで走らせたトランザクションからお金を引き出すのに7日間かかって時間がかかるよねだったりとか、ちょっとやっぱり悪意ある、あのー、なんていうんでしょう、攻撃に弱いよねだったりとかって結構課題感があってですね。で、今までは、うん、あのオプティミスティックとか、アビットラムとか、結構有名系のオプテミスティックロールアップのサービスもあったんですけれども、もう今はこのオプティミスティックっていう会社、もうその名前、 そのロールアップの名前の会社でさえも私たちはもう GK に移行しますみたいなような話をしているぐらいで、このロールアップ技術はこの楽観的オプティミスティックロールアップと GK ロールアップ2つあるんですけれども,も、完全に GK ロールアップの方がもうメインストリームになるっていうようなところは。 確実視実されていますね。うそうそう。まあまあ,あの、イーサリアムもやっぱ遅い,遅いじゃないですか。遅いし、高いし、うん、あのー、なんですけど、やっぱセキュリティがしっかりしてるんですよね、一方で。でそのセキュリティの部分だけ、イーサリアムに、あのー、持たせて、その他の部分はもう全部あのロールアップで巻き取るみたいなような感じのイメージですね。セキュリティが強固なのは、もう L1、うん、チェーン、レイヤー1のイーサリアムで、うん、で、このレイヤー2っていうのが、このロールアップ。 って言われているようなうん、うん、あのプレイヤーですね、まあ他にもあのうん、うん、さっき言ったオプティミスティックとかあのアービトラムっていうのがあの1つロールアップとしたら、うん、GKK は GK シングとかポリゴンとかスクロールとかうん、うん、スタークウェアとか,なんかそういったプレイヤーが L2、うん、レイヤー2のプレイヤーとしてあの主要なところとしては挙げられたりしますね高速道路の例こがめっちゃ分かりやすいなってなと思います、ねうん,うん,うん。 本当うそうですね。道が道があって、まあ、道はちゃんと安全に運転できる場所で。確かに確かに。高速道路がちゃんとこう高速で時間もかけずに目的地にたどり着くみたいな。ここいや、でもまさにすごいわかりやすいですねで。うんうんうん。そういう形ですね。で、基本的にはですね、あのー、非常にまあ時計ロールアップはセキュリティ的にも安全で効率的、やっぱりそのデータを圧縮して、この 一般労働のデータを圧縮して、高速道路で持って、また戻すみたいなような感じなんですけれども、うんうんと、やっぱりこの支払いとこのスワップ交換、やっぱりこの暗号通貨の支払いだったりとか、暗号通貨のスワップ交換ぐらいにしかまだ使われてなくて、せっかく非常に、うん、なんていうんでしょう、あの早いチェーンで安全なチェーンにもかかわらず、 あのそこでですね、ダップスを構築する、つまり今、スマートコントラクトをデプロイする、イーサリアムってプログラムをデプロイできるわけじゃないですか、あのプログラムを走らせられるわけですよ、その一般ロードで。ですけれども、やっぱり GK ロールアップ、非常にあの複雑な技術でもあるのであの、そういうスマートコントラクトを走らせるっていったところは、なかなかできなかったっていうようなところの問題があったんですけれども、うん、今ですね、やっとその技術も進化してきていて、 GKEVM っていうような、まあ、イーサリアムバーチャルマシーンの略ですね、GKEVM っていうような技術が出てきて、この,なんだこのめちゃくちゃ早くて安いあのゼロ知識証明を使った、ブロックチェーンって言ったらちょっと語弊がありますけど、ロールアップの上であのスマホンを走らせられることができるので、うん、つまりもう本当に何て言うんでしょうね、今までの 暗号通貨だったりとか、いろいろもう本当にメタマスクを開いて承認をして、ちょっと数分待って、うん、あやっとトランザクションが通ったみたいなような感じで、非常に何でしょう、スピード感が遅かったり、ストレスフルなんですけど、もう普通の Web2 のアプリみたいにもうサクサクあの使えてで、全部それがオンチェーンデータに書き込まれていて、であのでそのスマホを走らせるのにもフィーとかかかったりとかしても、数百円とか、あなたも数千円とか買かかったりするわけですよ。それこそ僕も今、 ハッカソンのツール作ってますけれども、ハッカソンを、うん、あのオープンするときに、オンチェーンであのハッカソンを開催したっていうデータを書き込んでるので、やっぱりそのタイミングであのガス代がかかったりとか、で、またそれをクローズするときに、そのプライズを賞金を支払うときに、やっぱりそのプライズ、何名かに賞金払うので、やっぱり一気に一応払えるようにはしてるんですけど、やっぱりガス代が数百円かかっちゃったりするんですよね、数千円とかもかかる場合もあります。うんまあ、といったのが、もう、うん、ほぼほぼただになる。 っていうような、うん、技術もあるので、なんかそういったところもどんどん発展してきていて、すごいあの面白い領域だなっていうところはありますね。うんうん、なるほど。まあこう今までのこう、まあ、ガス代の課題感がずっと言われてきてて、うんうん、それが解決されていくみたいなところいや、そうですね、もうそれだけでもめちゃくちゃいいですよね。えー、はい。なるとも、まあまあこれを機に Web3 に入った、なんか使い勝手。 っていうか UX の部分がだいぶ上がってくるっていう。そうですね。とまあこの利用ユーザーももっと増えてくるみたいな。ですね。この前話聞いた財布のね、うん、あのチームのみ,みんなももうガス代は必ず安くなるっていうところはもう見据えた上でこれを作ってるみたいな話もしてましたし。うん、そうなんですよね。うん、もうガス代以外以外にもまあ遅かったりとか、もういろいろ課題はあったんですけど。うん、そうで。で でそれも本当にもうこの、確かこの前の、ちょっと前の数か月前のエピソードで、確か、なんてでしょう、スクロールと、ポリゴンとあの、g k シンクが、GKEVM の発表しましたよ、みたいなアナウンスもしたと思うんですけど、本当に数か月前に、やっぱりそういう、なんだろう、スマートコントラクトを GK ロールアップ上で走らせることができる技術っていうのが整ってきた。 っていうのはあるので、うんん、これからどん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 増えていくでしょうね。でも正直まだメインネットにローンチしているというか、一応ベイビーアルファローンチみたいな GK シンクとかをやっていたりとかしていて、まだ、あのー、これからっていうところですね。で、そこに対してなんかハッカソンとかも一緒にできたらなとは思っていたりはするんですけれども、う,んうん、そうですねちなみになんかあのスタークネットっていうものは、カイロっていうちょっと独自の言語を使って、そのソリディティで書いているものを あのなんか別の言語でまた書き直さなきゃいけないみたいなようなところもあるみたいなんですけれども、なんかそういったのも解決されていくのかなと。で次のトピックがですね、うん、ちょっとここも難しい話なんですけど、押さえておきたいなというところで、GK ロールアップの技術に2つあって、GK スナークっていうのと、GK スタークっていう2種類あるんですね。この GK っていうのが2011年に出てきた技術で、それの改良版っていうのが2018年頃に出てきた GK スターク、さっき言ったスタークネットっていうところが開発した技術みたいなんですけれども、うん、GK スタークっていうのがあって、ちょっとそこもまあ補足的に説明させていただくと、このあれなんですね、もともと GK スナークによって、この,の GK ローラップの概念が出てきて、これやばい、すごい発明だっていうところで使われて、最初 G キャッシュっていうもので、つまり でしょう僕が中塚さんにあの暗号通貨を送ったときに、んて言えばいいんだろう、第三者からその誰がいくら送ったのかっていったところが全部特定されないような技術、まあ、トルネードキャッシュも近いようなものではあるんですけれども、もう全部見えちゃうわけですよ、今の,、あのー、このクリプトの世界っていうのは。この透明性みたいなようなところ。 はすごいあの利点としてあるんですけれども、やっぱ普通になんか嫌じゃないですか、財布の中身が見られているようなものだったりとか、うん、NFT を買ったりとか売ったりとかして、うん、もう全部バレバレなわけなんですよねあの見られ、見られちゃうと。やっぱりそれをオープンにし,したいものとしたくないものみたいなところは、ある程度誰もが持っているべきだと思いますし、うん、いろいろな、そのも僕はもう何,何百ビットコインとか持っていると、も身の危険にさらされたりする可能性もやっぱりあったりするわけで、うんうん、自分の。 アドレスとかすぐ特定できちゃったりもするので、履歴を追ったりすれば、そういったところを隠すっていうところのアプローチで g c a シ h っていうのが生まれて、そこで最初使われたのがこの GKSNARK っていうものですね。なんかそれが、ゼロ知識証明のなんか有効性証明のとですね、これがコモンリファレンスストリングっていう CRS っ っていうなんかセットアップ何かしらのなん暗号のプログラムを最初、何て言うんでしょうね、設定をしなきゃいけなくて、でその設定をあの使うことによって、さっき言ったゼロ知識証明のプログラムが回るみたいなものだったりするんですけれども、やっぱり問題としては、その仕組み自体が本当にトラストできるんだっけ、みたいなようなところがあ,のあったりとか、あとはやっぱりトランザクションが増えてくると、それに合わせて、何て言うんでしょう。 負荷がかかかっっって遅くなったりとかが高くななたたりとかしたりとと高で、あとは、これもなんか未来の話かもしれないですけど、なんか量子コンピューターに対する脆弱性があるみたいな、量子コンピューターで検証されたら、うそういう、なんだろう、プライバシーに関わるような技術として始まっているんですけれども、実際にプライバシーが暴かれちゃうっていうような、あのー、脆弱性があるよねっていうところが、ちょっと GK s ナックだったんですが、この GK s タックっていったところが、 もうこのセットアップを作る、この何て言うんでしょう、プログラムを最初に発行する必要がなく、その代わりになんかもう透明にするこの GK スタークっていうの T っていうのは透明性トランスペアレントの T なんですけれども、スケーラブルトランスペアレントオーギュメントオブノーレッジの略がスタークなんですけれども、うん、まあそれのちょっと改善版で、これは量子コンピューターに対するその何てうんでしょう、体制もあったりとか、あとはもうどんだけあのトランザクションが多くなっても、 う負荷がかからないような仕組みになってたりとかっていうところで、<ー>もう今はこの GK スタークの方がより使われるだろうみたいな,なところは言われてたりはしてますね。はい。ちょっとだいぶ <laughs> 専門的なんですけれども、そうですね。まあ、なんか、初期版が GK スナークで、スナ,クスナークで、そこのまあ改善点を解決していったのが GK スターク。うん、そうですね、そうですね、はい。 そうです、そうです、そうです。まあ、なんか透明性っていうところのアプローチで解決しているみたいなところですね。結構、ブラックボックスのプログラムを GK スナークは作る必要があったんですけれども、うん、そういったのはいられませんよと。ちなみに GK スナークの役は、作新と、なんか簡潔なって意味の作新とノンインタラクティブオーギュメント・オブ・ノレッジですね。うん、<laughs> まあまあまあ、そこまでは覚えないといいと思うんですけど、はい。一応、GK ス,スナークスクっていう技術がありますよと。 えーですね、ちょっとここから今回のタイトルにもあったとおり、その活用領域についてみたいなところの話もしていければなと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり最初のあのー、活用は、先ほど言った2011年からなんかあの開発が始まって g, g c a シ h で使われたというのは、プライバシーですね。やっぱりこのプライバシーを しっかり守るっていう意味であの活用されているっていうのが、この最初のユースケースとしてはやっぱり挙げられるのかなと思います。なので、なんていうんでしょう。んうんとですね、まあ本当にもう僕が中塚さんに送金をしたとして、うん、他の第三者にそういったのが知られることなく、取引が有効であった、うん、十分な残高があるから、そのトランザクションをあの承認したとか、そういうのをう本当に身を明かすことなく、 第三者に僕たちの取引は正しいものですよ、不正のないものですよっていったところを証明するっていうようなものですね。分かりやすいところで言うと、まあ、例えば僕の名前やその国籍や年齢とかを明かすことなく、例えば僕がマーケティングの知識を持ってますよとか、こういう実績がありますよとかっていったところをしっかりあの証明ができるっていうような使われ方とかは結構あったりしますね。そそれこそ明日和組の イベントでお話しさせていただくあのキヨさんっていうご存じの方も多いと思うんですけれどもあの今サンフランシスコの,あの兄貴みたいなような方日本に来られていて、うん、キヨさんとお話しさせていただくんですけれども、うん、キヨさんがやってるあのノックスっていうようなサービスもあのクリプトに最適化したなんか給与支払いのちょっと僕も明日詳しく聞くのでまだ。 深いいことは言えないんですけどクリプト時代のなんか給,し給与支払いのためのツールみたいで、やっぱりその身元を特定せずとも、なんか法的、かやっぱり、支給料を払う際には、ある程度雇用契約とか結ばなきゃいけないじゃないですか、その際にやっぱり名前とか住所とか、住民票だったりとか、そういったのが一般的な必要だったりするじゃないですか、まあ、そういった法的な書類を出さずとも、その人がちゃんとした、あのー、人であることを証明ができるようなあのツール。うんうん まあなので給与もちゃんと支払うに値するというか、採用に値するような人みたいなような、ちょっとすみません、あの、ざっくりんはあるんですけれども、そういうふうなプロダクトを開発されてたりもしますし、なんかそういうのはどん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 増えていくだろうなって思いますね。で、よく偽名経済って言われていても、みんな ID だったり、NFT のアイコンとかでみんなやってるじゃないですか、Twitter とか Discord とかで,で、そういう名前、年齢、国籍とか、過去の仕事、履歴とか、明かさずとも、 この人はちゃんと信頼できる人だって言ったところが証明できるようなところとかはめちゃくちゃ使われるユースケースとしては絶対ありえますよね。ですね。プライバシー。そうですね。あとはもう完全公開のこのオンチェンデータというかまあいい面であり悪い面でもあるんですけれどもそういうものもちゃんと守られるみたいなところはめちゃくちゃ重要、ホットな領域なのかなと思ってます。ううううんんんん ここら辺のところだったら AZ テックっていうのとか、うん、アレオとかシスモとか、なんかそういうふうなプロダクトが代表的なところなのかなとあ。あとはまあトルネードキャッシュ。これはなんだろう。うん、なんて言うんでしょうねあの。誰から送られてきたか分からなくなる。その僕が中塚さんに送るときに、僕から一方通行じゃなくて、いろんな、うん。うん チェーンを経由して、分散して、でまたまとめて集約するみたいなもので、うん、結構資金洗浄に使われてるっていうことで、なんか開発者の一人が逮捕されたみたいなような事件もあったりもしたんですけど、マネーロンダリングに使われるみたいなような感じで、うん、ま,あまあまあ、いろいろそういうのもありますけどね。はい。2つ目が、あとはこの GK ロールアップの,あの領域、まあ今、先ほどお話ししたようなところなので、割愛はしつつ、うん、あと他にもですね、なんかいろんなとこ領域でこの GKP の技術が使われてるみたいで、 あのミナプロトコルっていうものは、なんかブロックチェーンの状態を小さなサイズに圧縮するための技術として、このゼロ知識証明を使ってたり、あとファイルコインっていう結構有名なデータストレージですね、あの分散型のデータストレージなんですけれども、これもこの技術を使って、ストレージプロバイダーがまあ保存すると主張するデータをま正しくなんか保存していることを確認するというか、なんかそういった、うんうん、なんでしょう。 ストージを提供する人のいい分がちゃんと正しいよみたいなところをこれで証明したりあとは結構話題になったダークフォレストっていうウェブ3ゲームがあるんですけれどもこれもあれですねなんかマージャンとかポーカーって相手に情報が伝わらないゲームってあるじゃないですか例えば将棋とかだったらみんな見えてますけどポーカーとかって相手の心理を読みながらゲームするものじゃないですかマージャンとかポーカーってそういう隠し情報がある状態 つまりオンチェーンゲームだったら全部見えちゃうんですけれども、うん、それをあえて見せない状態にしてゲームが楽しめるみたいなようなとかもあったりしますね。うん、そういったところで使われてますかね。はい。というところで、ちょっと今後、これからはまたこの G K ゼロ知識証明の開発奇跡だったりとか、うん、なんか AI に似ている、うん、AI の発展と似ている理由だったりとか、あとはんだろう、スタートアップに対する 領域みたいなところを話していければと思うんですけど、なんかここまでで気になる点ありますかと話しちゃったんですけどいやー、なんかあの、今までのこう課題感がこう解決されていくんだろうなっていうところが、うんうん、なんう一思われて言わいてるんですけど、技術、うん、的に、なんすかね、あの、保存すると主張するデータを正しく保存するっていうちょっと意味、うんまあ、ちょっとまだ分かってないところとかはか。はい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 。 ただなんかそのガス代とか、なんか今大きなの、なんですかね、Web3 の中でのこう課題感みたいなところが、解決されていくところなんだろうなと思って、ちょっと聞いて言われてましたけども、うん。そうですよね。もうこれが普及しないと、まあ、イーサリアムもこれを普及させるために、GK ロールアップとの整合性をバチッときれいにしていくために、今後のアップデートも予定しているとのことなので。うん そうですよね。うん、でゲームとかも,もういろんなデータを入れ込んだりするわけで、一、ね、個一個のデータを入れ込むのがもう無理ゲーな感じになってたりするわけで、そうですよね。うん、楽しみですよ、ねこれで。これで言うと、このゼロ知識証明とかの知識を持っておいた方がいいのっていうのは、エンジニアとか他にも何かあでも、エンジニアとかになるんじゃないですかね。 あのー、本当にここ最近までは不可能だったことなわけですよ。うん、本当に AI と同じような領域で、魔法のような技術だったりするので、この技術があるから実現できるようなソリューションだったりとかも出てくると思うので、でも、あとやっぱりこれはもう本当に数学の話なので、あの深い技術のところは、そこまで何、あのー、だろう。 ゼロ知識証明自体を作るっていうのは、だいぶハードルが高いので、もう先ほどお伝えしたスクロールとか g k シンクとか、スターク、うん、あのウェアとか、あのポリゴンとかいろいろあるので、まあ、そういったツールを使うっていうのが全然いいのかなとで。普通のエンジニアでも全然使えたりしますので、でもソリッティと互換性のある GKVM <laughs> 出してるので、全く普通の,あのスマコン書く感覚でスマン、うん、通常のスマコンをこの g k シンクとかにデプロイして。 もうそこでアプリケーションを走らせられるっていうのはありますよね。うん。うん、なるほど。まあ、作るとかはちょっと天才に任せといて。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。でも本当にすごいらしいですよ。<う>この前も、どこだったっけな、うんで、デブコンだったりとか、オランダでもそのカンファレンスあったみたいですけども、本当にもう、もうオタクって言ったらあれですけど、もう数学者というか、オタクの技術者たちがもうずっとこの議論をしているみたいで、うん、結構今、うん、あの、界隈の 先の先行ってる人たちはもうみんなこの話題しか話してないみたいですね。うーん、はい、で、やっぱその理由みたいなのがやっと僕も腹落ちしたなというところで、はい、今回喋ってるんですけれども。うん、そうですね。で、ちょっとまた今後の発展が期待できるというところで、うん、なんかこの記事ではですね、ちょっとこの参考にした記事も GKP in Web3 Now and the Future っていう記事を、ちょっと概要欄にも貼っとこうとは思うんですが、これに書いてあったのが AI の発展と似てるよね、みたいなところがあって、まずやっぱりさ、うん、あの3つの点で似てるよね、ありまして、1つがまあアルゴリズムやその回路の改良がどんどんされてるよね、みたいなところ、やっぱりどんどん進化してるよねっていうところですね。うん、まあ先ほどお伝えしたように、2011年に GK スナックが出てで、2018年にまあスター w a r がですね、GK スターク k っていう あの技術を発明してでまた2019年にはですね、あのロンクっていう技術があるんですけど、これもちょっと難しいんですけど、なんでしょう、例えばなんだろうね、証明によって他の証明を検証ができること、例えば一つの GK スナークが他の GK スナークを検証することで、なんだろう、一つの証明によってもう複数の証明を一気になんかまとめて証明できちゃうよみたいな感じでも、ちょっと僕もよく分かんないんです的証明 って言われるみたいで、もうまた爆速に早くできるみたいな、MIR、うん、MIR っていうのかな、ちょっと読み方あれですけど、MIR っていうところがあって、それもポリゴンが何百億とかで買収をして、それポリゴンゼロっていうの名前にはなってたりするんですが、もうこのポリゴンがね、いろんなところを買収しまくって、ポリゴンエルメスとか、ポリゴン、うん メイデンとかポリゴンゼロとかでいろんなブランド名で社内競合をさせてこの GK ロールアップの技術をあの作ってたりとかしてポリゴンの中動きも面白いなと思っては見てたりもしますけどはい、うん、っていうところアルゴリズムがまあ改良されてますよっていうところだったりあとは実行エンジンの最適化みたいなようなところですね、まあ、最適化されたソフトウェア、まあ、専用ハードウェアが出てきてますよねっていう話だったりとか とはソフトウェア抽象化レイヤーみたいなところがあると、まあ、例えば、何でしょうね、このスマートコントラクト、ソリリティでプログラムを普通書くところを、例えばこの先ほどお伝えしたスタークネットが、あの、回路っていうものを通して、それを GK に翻訳するようなための言語だったりするんですけれども、なんかこういう、なんてうんでしょう、それぞれの,あのレイヤーが、 しっかり GK 領域でも分かれている。AI でいうと、一番下にファームウェアがあって、その上に実行エンジンがあって、なんかその上にコンピューティンググラフみたいなのがあって、その上に AI フレームワークがあるみたいな,ような感じの、結構階層的になってるみたいなんですけれども、なんかこの GK 領域でも、まあ、それぞれの役割分担がちゃんとできてきているよね、みたいな,ような話がありましたね。はい。で、行ったところも踏まえて、なんて言うんでしょう、こういったツール、 があみたいなようなところの記事があったんですけれども、でもまさに今お伝えしたように、こういった開発フレームワーク、一つ、スタートアップ、GK を活用したスタートアップのアイデアのとして一つ挙げられてまして、まあ、それ 3, 3つあるんですけども、一つがまあ高水準の開発フレームワークみたいな感じで、うん、あれ知ってますなんか、転送フローっていうあのフレームワーク知ってますかね中塚さん、グーグルが出してる。 聞いたことはあります。なんか聞いたことはありますよね。はい、僕もそんな詳しくないですけど、うん、なんかやっぱり AI を簡単に実装できるみたいなようなツールだったりするんですが、まさにそれの,の GK 版っていったところはまだまだ需要はあるだろうみたいなところです、ね。うん、あイーサリアムエコシステムで言うと、ハードハットとかファウンドリーっていうところとかが、結構そのスマートコントラクトを開発するための開発環境として結構使われてたりするんですけれども、うん、まあそれの GK 版みたいなところは確実に来るよねみたいな話とかはしてますね。はい。あとは GK ロールアップ SDK ですね。先ほど言った、まあ、g k シンクスタークネットとかスクロールっていったところが、まあ、GK ロールアップの、あのーなんね、技術というかプロジェクトなんですけれども、まあ、そういったものと同じようなものが簡単に作れる。それこそ自分たちのアプリケーションに最適化したようなロールアップ技術を、まあ、簡単に作れるような SDK みたいなところもこれからまあ出てくるだろう。まあ、カスタム GK ローラップが作れるみたいなようなものとかも出てくるだろうっていうところですけど、まあ、まあ自分自身でね、ゼロから立ち上げるっていうのは結構無理ゲーな話なので、まあ、それを簡単にカスタマイズできるようなものがあってもいいだろうっていうところとか、あと3つ目が GKP ハードウェアアクセラレーターが来るんじゃないかっていうところで、ハードウェア。うん 領域にもあの,、ね、の NVIDIA あるじゃないですか AIGPU の基盤作ってるじゃないですかゲーミングの,の GPU ででそれは処理が早いから AI の処理にも使えますよねっていったところでユニコーンになっていたすごい大企業になってるわけでで同じようにあのビットコインのマイニングするための基盤みたいなようなものも売っている会社とかもユニコーンになってたりするんですよねビットマインだったりとか。うん あのキャ,キャナンっていうのかな、あと、ワッツ,ワッツマイナーっていうところとか、ASIC っていうのかな、ちょっと読み方あれですけど、まあ、そのマイニングに特化したような PC の基盤を打って、だって自分たちでマイニングとかをして、あのユニコーンになっている企業もあったりするんですけれども、なんかやっぱ j k ロールアップも、ある程度のそのハードウェアも、あのより早く、より。 よくするには必要になってくるみたいなので、なんかそういったところを提供していくような企業っていうのもまあ可能性あるようにみたいな話がされてますね。はい。なるほど。うん、なんかもういろんな、いろんな話ありますよね。はい,い。で、次がですね、ちょっともう時間もあれなんですけど、ちょっとここからがなんか本題というか、ここからですね、あのー、このアライアンス DAO。うん、そう、アライアンス DAO の説明簡単にすると、もう Web3 版の Y コンビネーター。 みたいなようなところの、もう一番いけてる Web3 のアクセラレーターで、やっぱりそことしては GKP を押していきたいみたいで、いろんな企業家を募集してたりするんですね、Web3 企業家を。で、やっぱそこのアライアンスだとしては、うん、GKP のプロダクトなんか作ってくれみたいな思いが強いみたいで、で、そこに対しての提案みたいなような形で10個のゼロ知識証明を使ったアプリケーションの事例を出しているので、ちょっと 簡単に10個、まあ、ガーッとまとめてですけど、紹介させてもらおうかなと思います。で、1つがですね、GK ブリッジとインターオペラビリティみたいなところで、まあ、簡単に言うと、さっき言ったじゃないですか、あの一般ロードと高速ロードでイーサリアムの L2 として機能しますよっていうことで、うん、まあ言ってしまえばあの、橋渡しをしてるんですよね。このイーサリアムの L1 のメイン地。うん ネットとこの L2 を橋渡ししてるんですけれども、それと同じ技術を使って別のチェーンのブリッジ,もブリッジにも使えるんじゃないかみたいなような話ですね。うん、まあ、例えば分かんないですけど、なんだ、ソラナとニアをつなぐためのなんかブリッジプロトコルとして、この GK の技術が使えるよねっていうような <laughs> ところとかかな <laughs> あ。そういう技術は、はい、結構。 難易度が高かったりとか、セキュリティのリスクとか結構あったりするんですけれども、このブリッジの技術っていうのは。うん、なんかそういったあのチェーンをまたいでの技術といったところは、はい、あのー、有効なんじゃないかっていうところですね。うん、はい。で、2つ目が GK オンチェーンゲームエンジンですね。で、まあ、まさに先ほどお伝えしたダークフォレストの例のように、やっぱり、あのーうん、これからオンチェーンゲームが、まあ、成熟するにつれて、なんかね、うん 相手に自分の情報を知られて知られたくないようなゲームって多数あると思うんですよね。うん、普通になんかバトル系のものだったりとか、うん、どんな武器を持ってる、どんなモンスターを持ってるのかっていうのは。うん、だから知らせないでしょう。まあ、遊戯王とかもそうだと思うんですけれども、ポケモンカードとかも。うん、まあそういうものに使われたりとか、あとはまあもちろんいろんなゲーム上の,あのアクティビティをオンチェーンに保存していくみたいなようなところも。うん 出てくるのは間違いないですし、よりインタラクティブな設計っていうのもまあ可能になるよねっていうところ。まあ、ゲームはやっぱりマーケットも非常にでかいですので,で、クリプトゲーム、Web3 ゲームは間違いない領域なので、はい、活用されるだろうっていうところですね。うんはい、であとはアイデンティティソリューションっていうところ。やっぱりここら辺が結構本命なのかなっていうのは思うんですけれども、うん、ちょっとこの前も DID の,のエピソードでも話しましたけれども、うん、やっぱりこの Web2 での,その実績、うん みたいなようなところを Web3 に持ってくる際のやっぱり有効なツールとして、この GK の技術がワークするだろうっていうところですね。まあ、僕が Twitter、ね、のフォロワー何千人いるみたいなところをちゃんと、あのー、なんていうんでしょうね、Web3 ソーシャルの上況 ところでも証明ができる状態。うんはい、今もいくつかね、フォアキャスターとか、レンズプロトコルとか、Web3 ソーシャルのサービスあるんですけれども、やっぱりもうゼロからまた始めていくようなものだったりとかもして、うんうん、Web2 の,の影響力みたいなところが使いづらかったりはするんですけれどやっぱそういったところをある程度、最初からブーストできるような可能性もあるのかなとか、ちゃんと信頼があった上で、うんあのー、そういうレンディングのプロトコルとかも、担保をやっぱり差し出して、新しいのを借りるとか、うんうんうん あるんですけど、うん、まあそういったのも担保っていうところも無担保で何か借りれたりとかもその人が信頼できるって証明ができればできるんじゃないかなっていうのもありますね。なるほど。新庄さんはね、ツイッターに証マー,ークついてますから。いや、それ、いじらないでくださいよ。普通に買って,る買ってますからね、それ。<laughs> あ、買ってるんですね。<laughs> <laughs> 普通にツイッターブルーあの課金したらつくやつなんで。即 <laughs> 行 <laughs> で登録しましたよ、ツイッターブルーに。<laughs> いや、なんか、あの、はい。認証っていうね、ちょっとカテゴリーができて、僕は新町さんしかたぶんフォローしリプライやってないんで、認証済みといで、新町さんとっでもやっぱり、あれがあるだけで、あの、箔がつくじゃないですか。なんか、もう第一印象で。やっぱそういう、なんだろうな。はい。あ、どうぞどうぞ。ああとはなんか、単純に七千0ですかね、8000、フォロワーもいるんで、 まあまあまあ、で、エンゲージメントもいいですし、まあ、そこはなんか、うん、ちゃんとついてるのかなと思ってます。<笑>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 でも、ああいうの、でも僕、マジで重要だと思っていて、うん、そういう第一印象でいかに、なんて言うんでしょう、あのー、なんてうんでしょうね、より良くするか、第一印象のイメージをどうより良くするか、みたいなようなところは、やっぱり、Web3 の領域でも、なんか今後、こういう、なんて言うんでしょうね、あのー、実績とか、信頼レベルだったりとかっていったところを、 なんでプライバシーを守った状態で、なんか表示をするみたいなところは、認証、うん、マーク的な何かが別、うん、類でもなんかあり得るだろうなっていうのはありますよね、うん、これから。で、あと4つ目が、実行中の4つ目が、なんか規制遵守のための GKP ってあっていてですね、うんうん、それで言うと、まあでもこれはあれかな、やっぱり、なんでしょう、基本的に、D、あのー、 加盟のオンラインアカウントじゃないですか、あのディファイを使うユーザーとかっていうのは、基本的にもウォレットさえあればアクセスできたりするわけで、で、そういうところ、さっきのバイナンスも例ですけど、やっぱり普通のちゃんとした取引所とかは、ディックスじゃない中央集権型の取引所とかは、やっぱり免許証の写真だったりとか、住所だったりとか、その端末認証だったりとか、その個人認証、KYC を ちゃんとしなきゃいけないんですけれども、で、やっぱりそういった KYC、非常にまあ面倒というか、UX がめちゃくちゃ悪いんですよね。もうそれこそ手紙が届いて、それを繰り返さないとできないとかってのも、国内の取引所だったらありますし、まあ、そういう面倒な KYC の手間っていうのを、まあ、この,の GKP に使えるよねで。やっぱ規制っていうのが各国にあるわけで、f d x もその規制を絡んでのいろいろな事件でもありましたけれども、やっぱその規制を UX を損ないわない形で遵守できる仕組みっていうのは一つのイノベーションに近いものなのかなっていうのはありますよね。とか、あとはネイティブ Web3 プライベートデッドファイナンスみたいなところの領域もあって、うん、まあこれも融資ですよね、デッドファイナンスっていうと、やっぱりこの融資を受ける際の,あの,証明あの証明としても、まあ、今までの先ほどのオンラインアイデンティティみたいなところと同じではあるんですけれども、まあ、この借り手の 僕がね、1億円借りたいときに、僕の全ての情報をさらけ出さずに、そこの必要な、融資を受ける際に必要な情報だけをあの公開して、うんしあの、承認してもらう。でも、その情報すらも公開せずに、うん、向こうがこの情報に満たしているかどうか、この基準に満たしているかどうか、どうやっていったときに、 そういったなんかツールをかませば満たしてますって言ったところが、100%大丈夫ですって言ったところが、そのプロトコルで証明されるみたいなような仕組みだったりするまあ借り手側のプライバシーを保ったまま、ちゃんとリスクなくお金を借りることがあできるみたいなような感じですかね。うん、んか何かの書類を持ってきてくださいみたいなやり取りが <laughs> だるだるいですからね、ああいうのは。うん、うん、うん。めっちゃいいっすね、これ。うんうん 成長資本の証明に基づいて、まあ、競争力のある金利で無担保融資を確保することができますよねとか、そういうところかな。はい。で、あとは、そうですね。まあまあ、でもこれもちょっと近いんですけれども、プライベートディファイみたいなようなところですね。これも、な,なんて言うんでしょう。 なんか金融機関みたいなところは、普通取引利益だったりとか、なんかそういう顧客残高とか、当たり前ですけど見せないじゃないですか。その、うん、なんていうんでしょう、普通の金融でも、ディファイのやつとかだったらやっぱ全部見えるわけで、あの使ってるユーザーが全部丸分かりなんですよね。誰が、どれだけこのディファイで使ってるかどうかみたいなところが。やっぱりそれをね、あのみんなもうそういうものとして使ってはいますけれども、ね、この銀行を使ったら、この銀行に使ってるユーザーの 情報が全部見られちゃいますよっていうような状態なものが今のディファイであって、まあまあそれはそれでいい面もあれば、嫌だよ、それは嫌だよ、それがあるからディファイ使いたくないんだよっていう人もやっぱりですいるのかなっていうのもあるでしょうし、なんかやっぱそういったあのディファイの参加者のプライバシーを保護するようなまあディファイ製品みたいなようなものっていうのはまあまあ出てくるだろうなというところですね。まあだから例えばですけど、ユニスワップのコントラクトを言いさせ スキャンとかで見たら、そのユニスアップを使っている人たちとかのリストがもう全部出ますからね。まあユニスアップに限らず、他のプロトコルもそうなんですけれども。うん、で、やっぱりそこでめちゃくちゃお金を動かしている人は、なんだろう、あのどんな人だろうみたいな感じで追っていけたりするわけで。で、うん、そういう FBI とかそういったものはハッキングした人のウォレットアドレスがあるので、そのウォレットアドレスを全部追っていって個人を特定するみたいなようなことを操作してたりするんですよ。うん、基本的には 別にトランザクションアドレスは個人情報と紐付かないものではあるんですけれども、でもやっぱりね、あのー、例えばこの前の FTX をハッキングした人がバレたのも、一回それをステーブルコインに変換するときに、あ、なんかなた、確か、フィーが足りなくて、うん、AYC している取引所から送ってるんですよね、そのハッキングしたアドレスに。わ、うん、かります。うん、そこのやりとりがバレて、うん、個人情報をちゃんと入れている。 取引所からここに送金がされている、つまり取引所に門を叩いたら、その個人情報を警察とか取れるわけで、お前だろみたいな感じで、犯人ばれたみたいなような、あったりもするんですけれども。まあまあなんか、ちょっと話、ずれましたけれども、全部、まあ、公になってますよっていうような話ですね。はい。で、あと7つ目が、これ、ちょっと前も少し話したもので、個人的にはワくワくするところなんですけど、Web3 広告のための GKP。 ですね、これめっちゃありえるなって思っていて、<laughs> やっぱり僕の、その、なんでしょう、閲覧履歴だったりとか、ウォレットのアクティビティだったりとか、このディファインを使った行動履歴だったりとか、やっぱりそういうものに応じてターゲティングができるわけじゃないですか、その広告主っていうのは。うん、で、だけでで,でも、その全部の情報を、ね、オープンにするっていうのは、まあね、全部してもいいっていう人もいれば、したくないっていう人もいるわけで、で全部オープンにするよって人には、 たくさん広告が出て、その分、なんてうんでしょう、広告を見ることによって何かしらのフィーが得られるのもあったりしますし、<laughs> で広告主も、まあ、そこに対してお金を払うっていうのもありますし、ただそこのバランスみたいなところは、なんか全然あり得るようなウォレットを広告枠として捉えて、まあ、なんか広告が。 出ててくくるるターゲティングがされていいいみたなななようとところはなんかあるのかなと思いますね、まあ、データのマネタイズっていうのはやっぱりプライバシーと,ちょっとその矛盾してしまう可能性があったりするので、うん、まあ個人データの,そのものをまあこうクニシアデータアグリゲーターっていうところにまあどう,なんだろう公開していくのかっていうのを制御ができるよねっていうようなところはめちゃくちゃありえるなと思いますね。今の Web3 プロジェクトのマーケティング予算っていうのはもう基本的には あのハッカソンにほぼほぼ使われていると個人的には思っていて、つまりエンドユーザーに対してのマーケっていうよりかはデベロッパーコミュニティを作っていくためのアプリケーションエコシステムを作っていくためのところに予算が使われていて、で別に Web3 プロジェクトが Google とか Facebook の広告とか出して、ね、見たことないじゃないですか、基本的には通らないものも多かったりもするんですけれども、でもやっぱりこれからエンドユーザーにどうあのディストリビューションしていくかってなると広告 はものすごい大きいマーケットでもありますし、まあ、Google も Facebook も広告会社ですので、なんかそこに置き換わるような仕組みっていうのは GKP によって生み出される可能性はあるなっていうのは思いますね。うんはい、面白いですよねなんか広告見た,見た人が報われるっていうまではいかないかもしれないですけど、関係されるっていうのはいいですよね。うん、あでも、ですよね、それこそあのポイ活とかがそうじゃないですか。 ポイ活アプリとか、なんか動画を見てポイントがもらえるとか、会員登録をしたらポイントがもらえるとかっての、ポイ活アプリいろいろあると思うんですけど、やっぱあれをもっと、あの、オンチェーンでシームレスに、あの、還元率もよくできるっていうのは、全然あり得ますよね。いや、あのおかげで漫画がよく見れてます。あ、ポイ活アプリ。ですよね。広告を見てね、漫画を読むっていうのもありますからね、確かに。そういうとこです。はい、すいません。おかげです。 <laughs> で8番目がまあ、これも同じですね。プライベート、プライベートデータの共有とマネタイズみたいな,なもので、僕もこれめっちゃありえるなと思って行てます。さっきとほぼほぼ同じなんですけど、まあプライバシー21みたいなようなものですね。やっぱりこの個人情報をね。facebook google とか apple しかり Amazon しかり個人データを蓄積してそれを収益化してるわけですよ。あの空いた会社っていうのはで僕たちは。 そこにデータを提供しているわけで、そのね、GAFA から別にお金をもらってるわけじゃないじゃないですか、一般のユーザー。還元されてないじゃないですか、うん、データ、めちゃくちゃも渡して、お金儲けを手伝ってあげてるにもかかわらず、僕,僕たちの,あのユーザーっていうのは。ですけれども、やっぱりそのプライバシーデータ、まあセンシティブなものなので、もちろん。あの なんだろ制御すべきものなんですけど、制御すべきものだし、センシティブなものだからこそ、この GKP の技術が生かされるのかなっていうところで、本当にその特定のクリティカルな情報は明かさずに、そのマネタイズ可能なものっていう、なんていうんでしょう、情報だけ渡すことによって、健康データとか、まあ、そういうものをクラウドソーシングして、まあ、例えば製薬会社とかが、ね、新薬を開発することに役立てることができるとか、まあ、なんか個人的な財務記録とかを 規制当局とかと共有することで、まあ、汚職を特定してそういう悪い人罰則を課すことができるだったりとか、うん、なんかそういうセンシティブな情報っていったところを必要とするもの世の中をより良くしていくためになんかあの提供した方がいいデータみたいなのがあると思うのでそういったところを有効活用できるっていうのはあり得るのかなと思いますね。とかもう一つは9番目これもなんか面白いなと思ったんですけど分散型情報組織、まあ、情報部員みたいなものですかね。まあ、つまり 諜報部員とかスパイってあの、まあ、スパイってあれじゃないですかねあの自分がスパイってバレちゃダメじゃないですか基本的にはその諜報部員っていうのはでも同じ仲間として連携していく際にはまあねニックネームで呼び合ったりとかはするかもですけどコミュニケーションが発生するわけででまあそういう何て言うんでしょうこの GKP を使えば、まあ、互いにそのスパイ同士が交流したりとか知り合ったりすることなく 身元を明かさずスパイだから身元を明かさずともその人の,あのメンバーの言ってることは正しいよねって言ったのがわかるみたいなことですね,ね。スパイってね、よく二重スパイとかもあったりとかして、あのー、この情報は本当に正しいのか、このリークは本当に正しいのかどうかとかってのもあったりすると思うんですけれども、うん、なんかこういう、なんていうんでしょう、あのー、なんかスパイ活動の一環というか、使われるさん型諜報部員 み,みたいなところにも使われるっていうのは、なんかユニークなアプローチだなっていうのを思いましたね。参加者のプライバシーを維持しながら、まあ、収集したデータを充実したり、まあ、解釈したりするための、協、まあ、調的かつ複合的な、あのー、取り組みみたいなところで活用できるのかなというところ、はいで。あと最後がプライベートガバナンスですね。まあ、これも分かりやすい例で、今、ね、DAO とかはそういう投票とかで、じゃあどうするか、AB どっち投票しますみたいなことよくやってたりするんですけれども、 やっぱこれの課題として、誰が何に投票したのかっていうのがやっぱ分かるんですよね。あのバレちゃうってう当たり前なんですけど。ね普通だったら、あのー、リアルな政治の投票だったら別に分からないじゃないですか。分からないっていうのは誰にも言わなくてもいいじゃないですか。その、ね、うん、市議会選誰に投票したとか、うんうん、その、アメリカの選挙誰に投票したとか、まあ、もちろん言えば別にいいんです。言いたくない人もいるわけで。でも、ダオの仕組みっていうのは、 もうオープンになっているので、誰に投票したのか、何に投票したのか分かっちゃうんですよね。で、その解決する仕組みとして、うんうん、あのー、名前だったあ代理投票みたいなような仕組みもあったりはするんですけれども、僕は投票しないけれども、僕の考え方と近い、この人に、あのー、僕の投票権利を預けてるから、この人に任すみたいなような代理投票の仕組みも結構ワークはしてたりはするんですけれども、まあ、やっぱりこの、うんうん、でそういったみ、 ね、言ってしまう右寄りか左寄りかみたいなところもやっぱり分かるわけで、誰に代理投票させてるのかっていうのも分かるわけで、うん、やっぱそういうガバナンスの参加者に対しての,この,あのプライバシーを保護していくみたいなようなところ、まあ、ダオメンバーに制限しっかりあのプライバシー守ることで、うん、まあ競争上の優位性ダオは守れるんじゃないのかなっていうところは一、はい、つ挙げられてますねは。いろいろありますよね。 振り返りとして改めて言うと、一、まあ、つ目がクロスチェーンブリッジの活用、オンチェーンゲームエンジン、アイデンティティソリューション、規定遵守のための GKP、ネイティブ Web3、プライベートデッドファイナンス、プライベート DeFi、Web3 広告のための GKP、プライベートデータの共有とマネタイズ、分散型情報組織、プライベートガバナンスっていうような領域で、はい、あのゼルチキ証明活用して、マスアダプションしていくようなプロダクトが生まれるんじゃないかっていうところが、はい、挙げられるっていうところが、今日の話ですかね。 ありがとうございます。はい。なんか、最初に聞くべきところだったかなと思うんですけど、GKP の G は Z じゃないですか。はい。G でいいですか読み方としては。そうですね、Z、Z ですね、Z。Z、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 ZKP。ゼロ、ゼロノレジな、ゼロノレジプルフ。GKP。プルフってうん。ありがとうございます。何 <laughs> ですか,ですか ?Z、Z だと思って あ、まあ、そっか、GKP あそうですね。ZKP、はい、ZKP みたいな。うん,うん。まあまあ別にどっちも言いないですから、GKP、GKP の方が言いやすいと思います。はい。まあ聞いてる方だと、あの、G になるのか。ああ、なるほどっすね。確かにな。まあまあでもタイトルに Z って入れるんで大事です、うん。うん。OK です。はい。どうですかちょっと話してみて、この01。そうですね。<laughs> だいぶなんか、壮つ、まあはい、な話をしてしまったなというところではあるんですけれども、はい、いやー、でも、 やっぱり久々に、あのー、なんていうんでしょう、しびれた技術というかね、僕、前なんか言ってたじゃないですか、なんていうんでしょう、E-Stadium がバージメジャーアップデートしてイーサリアム u m 2 0みたいになって、だ <laughs> から早くなっていったら L2 ってどうなんのみたいなような、ちょっと、今考えればアホみたいな質問、あ疑問を持ってたなっていう思っていて、もう本当にこの GKP が、GK ロールアップがあるからこそイーサリアムっていうのが、もう本質的にめちゃくちゃ爆速になる。 ってそれれを受け入れるためのアップデートっていうのがイーサリアムだったりもするので、やっぱりさっさと、さっさとって言ったらあれですけど、早く実現というか普及してほしいですし、僕も、なんて言うんでしょうね、今度、今、アプリケーションいろいろ検証中なんであれですけど、なんかメジャーアップデートというか、その正式リリースをしていく際には、今、イーサリアムにスマデプロイしてるんですけれども,も、GK シンクとかに。 デプロイしていけるようになんかしていきたいなとも思いますね。早くなんか自分のプロダクトに取り入れてみたいなっていう思いがすごい強いですね。う,ん、うーん。ーうん。なるん。ぜひ、はい。あっ、はい、も。ですね。えー、でも今、それこそ一番最初に GKEVM の概念提唱した GKSync さんとか、あとは a g テックさんだったりとかと今コミュニケーションを進めたりしてますので、はい。ちょっとそこの,あの日本のデベロッパーに、この、 GKP のハカソンというか技術をしっかりコネクトしていくような仕組みも早く作っていきたいなと思ってますので、うん、そこもお楽しみにいただければなというところですね。はい、ありがとうございます。では、本日はこんなところですかね。そうですね。はい、はい、長くなりましたが、はいはい、今日はいはい、ありがとうございました。あ、いえいえ。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。今回のお話もですね、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックいただます。 けると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。